IRT ニューロッツ線、またはリボニアアベニュー線はニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンに属する地下鉄路線である。ニューヨーク市のブルックリンクに位置し、クラウンハイツのクラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅からイーストニューヨークのニューロッツ、アベニュー駅までを運行している。この路線はデュアルコントラクトの一環として建設された。この地域の土地は地下19、1919年末に 構成柱を建てる契約をしていた受け負い業者が倒産したため、リボニアアベニュー線の建設工事は中断した。1919年中にニューヨーク市はヘゲマンアベニュー、ローレンスアベニュー、エルトンストリート、リンウッドストリートで囲まれる土地を買収した。1920年にここに車両基地を建設する契約が結ばれた。ユーティカアベニュー駅とジュニアスストリート駅の間の 最初の区間が1920年11月20日に開業し、シャトル列車の運行が始まった。さらに一駅東へペンシルベニアアベニュー駅まで1920年12月24日に開通した。この時点では南行きのプラットフォームのみが使用されていた。1921年にバンシックレインアベニュー駅とニューロッツアベニュー駅の駅の工事が実質的に完了したが、 そこに至る線路、信号呼気症、空気圧縮機室が使用可能になるまで列車が走れなかったため、駅は開業しなかった。1922年6月19日から工事が開始され、1922年10月16日からペンシルバニアアベニュー駅とニューロッツアベニュー駅の間でシャトル列車の運行が開始された。 北港の単線の上で2両編成の列車が運行されていた。リボニア車両基地への軌道付設契約の工事は1922年5月18日に開始され、7月18日に完了した。この車両基地は研修施設とともに建設され、250両分の収容能力があった。すべての工事は百二十二年十二月十一日に完成し、 1923年7月28日から運用を開始した。1924年10月31日からニューロッツ線の投資運行が開始された。1951年3月1日にニューヨーク市交通委員会は高架構造上の中央で未使用となっている序盤を利用してユーティカアベニュー駅とニューロッツアベニュー駅の間に3番目の線路を付設する。 技術的検討を行うと発表した。1968年には提案されていたプログラム4アクションの一環として、イーストニューヨークにある IRT ニューロッツ線を南へリボニアヤードを経由し、フラットランズアベニューへと伸ばし、フラットランズアベニューとリンウッドストリートの位置に建設する新しいターミナルまで延長することになっていた。 この路線は地上を走る予定で、当時発展しつつあったスプリングクリークの交通事情を改善するはずであった。この延長計画は1200万ドルを要する見込みであった。2系統と3系統の列車は南側の終点が何度か入れ替わってきたが、1983年7月10日から2系統はフラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレージ駅、3系統は ニューロッツアベニュー駅が終点となり、以降は現在まで維持されている。この運行系統の入れ替えの目的は、3系統の列車が容易に、リボニア車両基地に入場できるようにするためであった。4系統の列車は1946年12月20日から運行されており、5系統は1938年と1950年の2回に分けて、ニューロッツ線での運行が行われるようになった。 以下の系統が IRT ニューロッツ線の一部、または全部を走行している。IRT ニューロッツ線は、深夜以外の常時3系統が走っており、深夜は4系統が代わりに運行される。2系統と5系統は、本来の終点である IRT のストランドアベニュー線のフラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅の容量の問題があるため、ラッシュ時の一部の列車が IRT ニューロッツ線で、 運行される。BMT カナーシー線の上を交差する、区間 IRT ニューロッツ線は、IRT のブルックリンにおける区間としては、唯一高架構造になっている。路線は、クラウンハイツのクラウンハイツ、ユーティカーベニュー駅のすぐ東で、IRT イースタンパークウェイ線から分岐して始まる。リンカーンテラスパークの東側の橋に沿って走って、南東部でトンネルから顔を出し、 イーストニューヨークアベニューに架かる橋を通って、東98丁目の上を走り、この区間には一駅のみがある。リボニアアベニューとの交差点まで達すると、路線はリボニアアベニューの上に入り、残りのほとんどをリボニアアベニューに沿って走る。ジュニアスストリート駅を過ぎて、すぐにリボニアアアベニューはジュニアスストリートとバンシンデリンアベニューの間にある。 ロングアイランド鉄道ベリッジ支線と林電工場で分断されている。バンシンデリーナアベニューの脇にはやはり高架線の BMT カナーシー線が通っているが、ニューロッツ線の下をくぐっている。この路線の終点はニューロッツアベニュー駅であるが、リボニアアベニューの東端にあって、駅名の由来となっているニューロッツアベニューより実際には2ブロック西にある。ニューロッツ線はニューロッツアベニュー、 そしてエルトンストリートを渡り、南へ曲がってリボニア車両基地で終わる。将来、ニューロッツアベニュー駅から高架でリンウッドアベニューまで延長する構想がある。ニューロッツ線には中央部に将来3番目の線路を付設する構想として建設された未使用の路盤がある。各駅の改札外の上部には枕木は付設されているがレールは付設されていない。一部の場所では 機械室や信号機器室として使われているところもある。中央の線路はジュニアスストリート駅にのみ存在しており、そのまま南行線と平面交差した上で林電工場へと通じている。この非電化の線路はニューヨーク市地下鉄がアメリカ合衆国の全国鉄道網に通じている2カ所のうちの1カ所で、もう1カ所は BMT ウェストエンド線と、 ニューヨークコネクティング鉄道が接続されている場所である。林電工場はロングアイランド鉄道につながっており、そこから全国鉄道網につながっている。WEN テンプレートアタッチド KML IRT ニューロッツラインウィキデータにある KML。ありがとうございます。